ここまでギネス公式挑戦権を獲得したのは岡のみ。やはりギネスの壁はそんなに甘くはない。しかしあの男が連敗ムードの流れを変える。さあ続いては期待できるレースでございます。はい、洗濯バサミ早食いです。早食いじゃねえし食えない。どうするんですかこれを。これを顔に挟むんす、はい、制限時間は1分。顔に何個つけることができるのか。ギネス記録はイタリアのシルビオさんが出した51個。初練習では、3、2、1、リプレイ。これいくのよ。やばい。11、32、33。え、いけそうじゃないこれ。いった。そこから練習を重ねたマークは2回目41で、3回目はちょっといいあのタイムを無視して52つけて1分5秒。おお、いけそうじゃない。だったんですよ練習の時は。さらに秘策があるという。この配置は何なの。これこれはですね、あのここの輪郭ゾーン、お唇ゾーン、鼻ゾーン、ここあのまぶたゾーンとか分かれてます。パーツ分けされてるのこれ。すごいね。これはかなり期待できるかも。それではマークの挑戦です。よーいスタート。2個いくよ。おー、真剣な表情。6個。いけもうね、こんな真剣な。いろんなのがまた大変これ。いいよ。輪郭に合わせるように全てがついていく。すごい。あーっと1個落としてしまった。さあこれがロスタイム。すごい。ライオンキングみたいな。ライオンキングだ。本当だ。残りあと20秒。いける。すげえ。あー1分か。おっとこれいけんじゃねえか。あーもう間に合って1分です。いける。そうだ、終了。マーク、まさかの失敗。眼中かもしれない。ちょうど1分です、これで。結果は、なんと50個、一歩及ばず。これ、いけたんじゃない。だからあのミスがなければ。そうですね。おい、なんかさっきよりかっこよかった。いや、これは、イケメンになった。イケメンになってる。それが売り出したのに。どうしても諦めきれないマークは、最後チャンスください。もう行くな。長えな。もうまた1から並べないと。それではマークのラストチャレンジ、よーいスタート。よしいいね、冷静だ。輪郭が大事よ。10秒。いいよ、いいスタートだよ。いいスタートでやってきたことを思い出せ。はい、人一倍練習に励んだマーク。お前ならいけるぞ。みんなの思いを胸にギネス記録を出してくれ。5秒前。4、3、2。もう前が見えなくなっちゃったんだな。マー君なんか今日一悔やって。これは取りたかったですね。でもやっぱ練習不足かなと自分でも思ってます。やはりギネス記録はそう簡単には出ない。しかし最後の競技でさらに出ちゃいます。さあ最後は頑張ればいけそうな競技です。イエーイ。挑戦するのは岡と孫子の2人組で行う競技。あの1分間に2人組で馬跳びを何回できるか、なるほど、はい、練習では何回ぐらい跳べたの。練習ではめっちゃハモるやん。では47ぐらいから。記録は57な。あ、10回足りない。10回足りなかったんですよね。そうなんです。アメリカのマイケルとアンドリューが57回飛んでる。誰か全然わかんないです。マイケルとアンドリュー。あのでも頑張ればいけんじゃない。いや本当に出していいですか。出そうよ。もう本当に多分出そうなんで。それでは岡&マゴシがマイケルとアンドリュー超えちゃいます。よスタート1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15秒経過。テンポがいい。11、18、19、20、もうちょっと前、30秒経過。頑張れ、記録変えたよ。
40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、10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 0、
見てるかマイケルアンドリュー。言ってね言ってね。すげえ達成だよこれ。すごい。ただし認定員がいないっていうのがね。やべえ。残念。しかし今回非公式記録ではあるが2種目でギネスの公式挑戦権を獲得。いつの日か正式にギネス記録へ挑戦します。ぜひご期待ください。